じゃあ、行きますか。ちょっと背中の日が痛いですね。一応僕のガーミンだとね、41度になってます。はい。
ください右です、降ります。
予想通りの展開です。いやです。歩道入って、はい、で橋越えて右です。頭上注意です。頭上注意です。ここは高校ですね。はい、前、最高です。
い、まっすぐです。この間通ります。はい、はい、そこ通ります。丸い石気をつけてください。ところどころポイントであるので下気をつけてください。まっすぐになります。やばいな。向こうだと思って行ったら危なかったです。これはちょっとトラップですね、この車が。川沿いで、で、あの港出て、港です。
あれです。はい。いや、港がその先なんで、ちょっとあれです。そこの先なんで。こんにちは。前石あります。前方丸石下あります。そこから直角カーブが2つ続いてまっすぐになります。うわ、これやばいな。向こうだと思って行ったら危なかったです。これはちょっとトラップですね、この車が。すいません、渡って川沿いで、で、あの港出て、港です。はい。いけます。
今朝大変大きかった。大きいですね、はい、この通路なんかもっと狭いような気がしてたけど、大きかったらここに1台フルを、はい、これ引っ張ってやるです。今日はどこから来た？皆さん、東京で、僕は東京から今、あ、違う三台から小松海岸行って、ほんで小松海岸にちょっと回って、ほんでこっから後ろ見てます。それやっちゃったメーカーさん、そうなんですよ、撮影中、どこに座る感じですか？そうそうそう、はい、もし写真撮るんやったら、うん、こっちそこでもいいし、最短で行けるために使ってる最短コース、あの船を船を楽しむ。あ、じゃあほんまは橋の下とかが結構スリルで楽しい。あ、そうなんですね、うん、回転間に合わない。そうそう、仕事ですね。これからこれから。じゃあの船だけ乗るならまた予約して。あ、そうなんですね。そしたらなんていうの、時間、うん、泡ごとに夜の練習が、そうそうそう、見える。すごいでしょ。3分しか乗らないって、すごいでしょ。これ学べ理由です。だからだってこう行ってあっちまで回って来なきゃいけないのがもうこれで着くんで、これ時短です。我々やっぱ都会人なんで、時間をお金で買ってますで、我々の普段主張してるのと真逆なことやってます。あれだけゆっくりとした時間とか言ってんのに、ここだけは最短。楽に楽に、なんかイージーライドもちょっとイージーライド。でもなんかね、前の時は時間あってちょうど同じ時間帯に一周回る人と一緒だったんですよ、ご家族と。だから乗ってったらって言われてで一周乗ってきました。そこがもうバンダイの裏なんです。でちょっとこう海側から見えるっていうのもいいんですよ。はい、今ヨットでアメリカから今入ってきて
あ、本当に。へえ。今止まってます。あの水色のやつ。あのじゃなくて奥。うん、建築屋。あ、でかいやつが。あ、これじゃあ僕行きました。よし。コーラは下ろしたんだよ。コーラは。